ジンバブエ諸那人の呪術医、呪術医または、呪医とは、医療専従者のうち医療効果の根拠を超自然的なものに求めるもの、もしくは、周囲の人間によって、超自然的な根拠によって治療する能力があると、されるもののことを指す。呪術医は、病名の診断に、トランスや占いを行ったり、治療に際して、治療儀礼を施すことがある。 民族学や文化人類学ではシャーマニズムによるシャーマンドクターやウィッチドクターとも呼ばれる。必ずしも伝統的な徒弟制度や秘密結社に所属している。必要はなく、現代社会において広く同種業態の活動が行われている。医療は必ずしも医学に基づいた制度医療の専門家の判断だけではなく、家庭内の観光、信仰薬局や薬売り、 そして様々な伝統医療や非伝統的な医療との関係の中で多元的に行われる。社会文化や社会の複雑化によって誕生した制度医療は人類一般に有効な医療を施行し脱宗教的な傾向を持っているが他の医療従事者の中には自分の医療の原理を超自然的な世界観や体の超自然的な性質といった宗教的なものに求めるものもいる。 そうしたものは、診断において、トランスや作戦、占いを用い、治療において、治療儀礼などを用いることがある。こうした、医療従事者が呪術医と称される。しかし、呪術医の治療は、必ずしも、治療儀礼が行われるわけではないし、制度医療に対して必ずしも、排他的なわけではなく、いわゆる呪術医が調合していた薬や物理療法が、薬理学や、 生理学的に効果があることも珍しくない。また呪術医は一般に病気や怪我とされる問題の解決だけでなく様々な不幸や恨み、妬みを制御、解消する役割を担うこともある。そもそもどのような状態が医者の手に委ねられるべきなのかについては社会的に決まる側面が大きく、また呪術によって恨みや妬みの解消されたことが結果的に 疾病ディジーズの解消に寄与する場合もあり、そのような社会的な役割も広い意味で、呪術医の仕事として扱われることがある。また、治療者が、薬草や体についての民族科学に基づいた治療を行っているだけにもかかわらず、他の文化圏の人間からすると、呪術的な医療とみなされることがある。クロード・レヴィストロースは、論文、呪術師とその呪術の中で、 専門的職能人としての呪術師とは、呪術師が自分の術の貢献に対して抱いている、進行患者や犠牲者が呪術師自身の能力について抱く、進行集団的世論の信頼と要求の三つの相関関係によって成り立っているという。呪術医はある、種の病気や症状を癒せるが、その貢献は患者を含め、その社会から、 偉大な呪術医と認識されることで発揮される。医療技術の発達は、呪術医の経験や知識から、科学的に裏付けされたものへと置き換わることで、発展してきたが、現代医療でも治せない病は多く、平均寿命は伸びたものの死は生物にとって不可避で、現代社会にあっても、心理的な不安から呪術医を頼る人は、少なくない。その一方で、民間療法は、 高齢者の生活の知恵として長らく伝えられており、医者の少ない地域社会においては、高齢者がこの呪術医的な存在となるケースも見られる。近代社会においてさえも、高齢者による民間療法は、病や傷を癒やしたり害悪を退りける霊力があると、みなされる風潮もあった。社会の形成されていく中で、 個人の死は避けがたい運命として認識されるようになってきたが、その一方で不可避である死を少しでも遠ざけようと、目に見えない霊的な力を呼び寄せたり遠ざけることで、生命を少しでも長らいさせようと考える人が現れた。死という現象は、科学的な視点から捉えれば、様々な原因によって死に至っているわけである。しかし、 呪術的思考から捉えれば、いわゆる死神等に代表される寿命を司る神や、様々な症状を起こさせる霊、または健康な状態に人を保っている精霊などの存在によって影響を受けるとされる。現在の症候学の方がとも言えるこれらの知識体系では、長い年月をかけて様々な症例に対する知識が収集されるとともに、 それらを改善する薬草などの情報も、神秘主義というフィルターをかけられながらではあるものの、丹念に伝承されていった。現代でも未開な民族の間では、これら呪術医の治療行為は、自然崇拝の一端として、それら社会の中で深く信頼されており、また伝承により何世代にもわたって蓄積された、医療知識は、特に風土病などに対して、 治療効果が認められるケースも少なからず見られる。また呪術医はその霊能力により、原始社会のシャーマンが兼任しているケースも見られる。災害は、環境が病に侵されているために発生すると考えられたため、強力な呪術医は、天候や災害といった自然環境の健康をも治療できると信じられた地域もあるとされる。なお近年では、環境保護の観点から、 環境を擬人化して理解しやすくした上で守ろうという運動も見られる。これらの思想は全質の自然環境すら癒やす呪術医の発想に通じるものがあると言えよう。社会が自己組織化され権力や地位がより明確な象徴を得る過程で個人の神秘主義化は急速に社会のヒエラルヒーから外れていった。これは個人の神秘主義者が 客観的にも明確な基盤によらず、自身の信じている知識体系に基づいて存在していたためであるが、この段階において、呪術医も次第に社会の支持基盤を失っていった。民間医療を伝えているため、民衆の中にあってこそ、その存在が珍重されたが、多方勢力を持った神秘主義者である宗教者が、 中世の社会で地位を築くと、それら宗教者が信奉する神秘主義と、相入れない個人の神秘主義者は迫害され、その中にあって、呪術医は、自身の神秘主義を捨てて医療に専念するか、自身の神秘主義を貫いて迫害されるかのどちらかを選んだと思われる。この段階においては、呪術医は、自己の知識体系を、科学的に、再構築して、医者となるか、 迫害されて権力から遠ざかるかのいずれかであったと思われるが、その一方で主力となった神秘主義者である宗教家が、従来は呪術医が担っていた地位を獲得している。この時代において、宗教界イコール僧侶が呪術医のように振る舞い、また医療行為を行うことは多く、かつての独自の論理体系に基づいていた呪術医の中に迫害されないために、 勢力のある宗教に回収した者も,もいたのかもしれない。中世ヨーロッパでは魔女狩りなど勢力のある宗教が他の神秘主義者を弾圧する社会現象が多発したが、これによってヨーロッパ地域にいた呪術医は一掃された。その一方で勢力を持っている宗教家である僧侶が呪術医の立場を確立することにより高貴な存在とされた王族による接触が 治療効果があると、ルフされたり、必ずしも適切ではない射血の乱用に代表される治療行為が流行した。なお射血に関しては一部の症状に有効であることが近年になって分かってきており、これも呪術医の伝統的な治療が見直されている一例に挙げることもできよう。なお射血に関しては、近代や現代においてもきちんとした医学的根拠に、 基づいて利用されている治療法の一つではあるが、中世においては、落馬による骨折や伝染病にまで乱用され、あるいは適切な療養で回復したかもしれない人の血液を出させ、体力をとに損耗させる、射血後の傷跡が感染症を招くことによって多数の死者を出している。近代において、西欧医学の外科医療や薬物学が急速に発展した。 しかしその一方で、即物的な対象療法はしばしば、患者の様体の激変を招くケースもあり、これら月医療や薬剤に対する不信感も少なからず、見られた。このことから、患者の中には、古くから伝わる呪い等に執着するケースも、少なからず発生した。また、オウム心理教の医師であった、林育夫のように、現代医学を学んだ医師が逆に呪術的な、 医療行為に回帰するというケースもある。西洋医学は、より精密な研究と正確で詳細な知識を糧に、改良、改善され、次第に、社会的地位を獲得するに至ったが、当初はそれら医療技術に要求される対価は、一般労働者の生活を非常に圧迫し得るもので、あったため、これら近代医療は、権力者や、富豪だけのものとされた。 このため労働社会級の大半は、その貧しさのために、呪術的な民間療法に気休めを求める他は、なかった。この現象は、近年の発展途上国にも見られ、特に原始的な生活を営む少数民族では、それら民族内に存在する西洋文明全体に対しての否定的な風潮から、従来その地域になかった、伝染病が発生した場合に、 西洋医学的な医療行為が拒絶されるケースも発生。結果として、少数民族の存落に、甚大な被害が発生。拡大した事例も報告されている。南米ペルーでは2004年9月より、土着動物の治水コウモ森の中に、狂犬病ウイルスに汚染されたものが増加。地域住民が噛まれて感染する被害が続出し、2005年2月までに、 先住民族の子供ら11名が死亡する事態となっている。衛生当局が医師を派遣するもワクチン投与が拒まれるケースもあるという。他方、西洋は近代以降において他国にその半島を伸ばしたが、その過程で先住民族の間や呪術医に伝わる民間療法を調査、薬効が認められる薬草などを精力的に収集して、 近代薬物学の発展を促した。しかしその一方で、植民地政策の一環で、先住民族の文化を全否定し、この呪術医の持つ知識や経験をも否定して、放築してしまったケースも見られ、近年になって僻地に逃れたこれら先住民族の呪術医の持つ知識や経験が、代替医療として、または、彼らの使用する薬草、薬剤に、 新しい有効成分を含むことが発見されるとして、その医療行為の有効性が再評価されるケースも参見される。近代にてこれら呪術医の類型とみなされていた東洋医学のハリ治療も欧米の現代医学上で一定の治療効果が認められ、1970年代以降より徐々にその利用者が増えている。 ニクソン大統領1971年訪中の際に同行した記者がハリマスイにより中水炎の治療を受けた体験談が米国メディアで伝えられたことが欧米でも一般に広く利用または真面目に研究されるきっかけとなったとされている他方古くから各地に伝わる呪術古代医療に加え全く根拠のない心霊医療までもが先進国等でも流行し こちらは、西洋医学では、治療法の確立されていない、珍しい病気や難病、または劇的な治療効果の得がたい慢性病や、精神的な不安から来る、体の不快感を解消しようとする人に、利用されている。しかし、疑似科学に騙されやすい人々が、治療効果の認められないようなサービスにまで、その労働力によって得た富を注ぎ込むケースも見られ、こちらは、 社会問題となっている。近年では、肉体と精神の健康は不可分であるという風潮もあり、神秘主義的な呪術医の持つ一種の暗示効果から、本当に治ったというケースも不意調されるに至り、この問題が、通信環境の拡充も手伝って、伝染しやすい傾向も見られる。古くは、メキシコの呪術医などが、 サボテンの一種ペオーテのような幻覚をもたらす物質を用いてシャーマニズム行為を行っていた。それがよく知られるようになったのは1938年にアルバート・ホフマンがリゼルグ・サンジエチルアミドの合成に成功し、オルダス、ハクスレイなどの影響もあり1960年代に幻覚剤に対する注目度が高まってからであった。 幻覚剤はめくるめくような視覚刺激をもたらし、サイケデリックと表現された。これは当時ベトナム戦争に伴って、アメリカで起こりつつあった、反戦運動の形態化ウンターカルチャーヒッピー文化の原動力ともなり、心理学者、ティモシー・リアリーなどが理論的支柱になった。ヒッピームーブメントは後に精神面を重視する、ニューエイジブームをもたらす一因になった。 日本では文化人類学者の中澤真一などがチベットの死者の所関係で大きな影響を与えている。1980年代以降、コンピュータゲームではファンタジー RPG の流行に伴いこれら呪術医や魔法医等が頻繁に登場する。ゲームによっては死者復活までもが呪術医によってなされてしまうものもある。日本では1999年に 千葉県にて4ヶ月前からホテルに宿泊していたとされる男性の半ばミイラ化した遺体が発見され大きな話題となった。この事件において自称自己啓発セミナー主催団体のライフスペース主催者と男性の家族等は男性はミイラ化しているが生きていると主張、警察側が遺体を司法解剖したために死亡したと訴えた。しかし警察側は 男性が重度の脳内出血によって病院に運ばれ、入院治療を受けていた最中に、男性の家族によって連れ出され、適切と思われる治療も受けられないまま、喉に痰が絡んで窒息を起こして死亡したとして、病院から連れ出した男性の家族を、保護責任者遺地資死罪で起訴。千葉地方裁判所は、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡した。ありがとうございます。